りどこにもいないわね。まったく、どこへ行ってしまわれたのでしょう。あれ、ウィリハルさんからだ。もしもし、ミサカさん、サペイさんが見つかりました。本当？どこにいるの？今、ミサカさんがいる場所から3ブロック行った先の路地の奥です。路地の奥？なんでそんな場所に？建物の看板とかが死角になってよく見えないんですが。小さな子供と一緒にあんまり柄の良くない人たちに囲まれているようです。なんですって？それってヤバいじゃない。白井さんも今向かっていますが、間に合うかどうか。わかったわ、私が行く。え、でも危ないですよ。危ない？どっちが？そのサティさんを取り囲んでいる男の人たちがです。分かってるじゃない。スキルアウトだろうが、ロリコンのナンパだろうが、女の子を囲んで詰め寄るなんて最低。そんな輩には鉄槌を下してやるわ。何やら楽しそうなお話でしたわね。東郷さん、行くわよ。サテンさんと子供を助けに。サテンさん、どこ？私たちの声が聞こえまして。ここにいるのなら返事をしてください。あ、美坂さん、東郷さん、私はここです。サテンさん、何やってるの？大丈夫？見ての通り、地球の平和を守っているのです。うっ、サテンさん、まだあのテンションのままなのか。おい、ガキが増えたぞ。財布が増えただけじゃねえか。お前らも痛い目を見たくなかったら、金目のものを全部置いてくんだな。どうしたらこういう状況になるのかしら。この宇宙人たちがこの子をさらおうとしてたんです。何度言えばわかるんだ。俺たちは宇宙人じゃねえ。私の目はごまかせないぞ。そのズレにズレまくったファッションセンス、やけに長い胴に極端に短い足、どこからどう見ても宇宙人じゃないか。サテンさん、確かに着てる服は格好悪いけど。おい、てめえら。無鉄砲にも程がありますわ。私たちが現れなければどうするつもりでしたの？え？その時はですね。おい、つってんだろうが！俺たちを無視して話を進めるんじゃねえ！お前ら、俺たちに喧嘩を売っておいて、ただで済むと思ってねえだろうな。あ？うっさいわね！気安く触んないでくれる？お話をしている最中ですのよ。少し静かにしてくださいまし。あ？てめえら、なんだって。触んなっつの！お黙りなさい！おお、お見事！なんだ？何をしやがった？お前ら能力者か？覚えてやがれ！行くぞお前ら！え？もしかして今、あのお姉ちゃんたちがあいつらをやっつけたの？その通り！宇宙人の陰謀は正義の前に消え去ったのだ！このお姉ちゃん、大丈夫？あんまり大丈夫じゃないかも。それに僕、別に助けてくれだなんて一言も言ってないんだけど。そっか、勝手なことして悪かったかな。僕だって能力さえ使えれば。うん、さて、サテンさんも見つかったことですし。
私はこの可愛くないお子様を安全な場所まで送り届けてまいりますわ。あ、じゃあ私も一緒に行きます。私一人で結構。あなたがいると予想外の騒動が起こりそうですし。あれは釣れないな。美坂さん、彼女のお守りをお願いしますね。湾内さんたちには私から連絡しておきますから、ご心配なく。ありがとう。あの二人には私も後からお礼しなくちゃね。では私はこれで。ごきげんよう。ほら、いらっしゃいな。あの、お姉ちゃん。なんだい？助けてくれてありがとう。おお、君も宇宙人には気をつけるんだぞ。行っちゃいましたね、二人とも。私たちも帰りましょうか。何を言ってるんですか、美坂さん。 UFO の探索はまだまだこれからですよ。え、その話まだ続いてたの？当然です。近場を歩いていたジャッジメントに聞き込みを行った結果、興味深い情報をゲットしました。そう、一応聞くけど、興味深い情報ってどんなの？なんでもジャッジメントが言うには、現在アンチスキルが緊急の大仕事を任されているらしいんです。で、その他の一般的な雑用がジャッジメントに回されているようですよ。なるほど。だからジャッジメントの生徒がアンチスキルの代役をしていたのね。慣れない交通事故の処理とか道路の封鎖もジャッジメントに任されてるみたいです。そっか、それで街の雰囲気がピリピリしてるのか。なんでこんな挙動不審なのにそこまでしっかり口を割らせることができるんだろう。なんですかにゃ。なんでもないわ。でもアンチスキルがみんな集まらなくちゃならない緊急のお仕事って何かしら。そう、問題はそこです。怪しいと思いませんか？怪しいですよね。いや、怪しいです。そんなに怪しくはないと思うけど。だから UFO ですよ。宇宙人と握手して火星に行って牛をさらってすき焼きです。ミステリーサークルで麦の方を倒してイナゴが大発生で佃煮に決まっています。サテさん、ほら美坂さん、私たちの頭の上に UFO が飛んでますよ。急いで捕まえないと。ちょっと待って。サテさんの体熱っ。ダメだ、これ熱中症になってるかも。朝からなんかやたらめったら暑いですよね。宇宙人の秘密兵器かにゃ。とにかく急いで涼しいところへ連れて行かなくちゃ。サテンさん、大丈夫？はい、おかげさまでだいぶ楽になってきました。美坂さんとサテンさん発見です。ごきげんよう、姉さま。それにしてもあっちいですわね。二人ともお疲れ様。そっちも忙しかったみたいね。よりにもよって一番暑い時間帯にパトロールの仕事だなんて、貧乏くじを引かされたわね。先輩方は揃いも揃って朝とか夕方ばっかり独占するからやってらんないですわ。ジャッジメントって下は小学生とかだったわよね。その子たちもパトロールに参加してるの？まさか、中高生限定ですわよ。あの、サテンさんは大丈夫だったんですか？美坂さんからいただいた連絡で大方の状況は把握していますけど、朝から熱中症気味だったのに、さっきまで行方不明で、しかもスキルアウトに絡まれてたんですよね。あれは絡まれていたというか、絡んでいたというか。大丈夫よ、さっきまで
アブダクションでホルモン焼きだって叫んでいたぐらいだから。なんかいろいろと深刻そうじゃないですか。まあまあ。ところでさ、クロコ、何ですの？町からごっそりアンチスキルが消えてる。ジャッジメントが代わりに出張っているわよね。これってなんかヤバい事件でも起こってるわけ？なんでもありませんわよ。本当に？お姉様が思わずよだれを垂らして首を突っ込みたがるような大事件なんて起きてはいませんわ。ですわよお姉様、そんな沈黙攻撃をされたところで私はジャッジメントの一員として守秘義務がありますの。ですから絶対に口を割りませんわ。そうなら仕方ない。クロコは諦めてウイハルさんを攻め落とそう。は？ほーらウイハルさん、今ならバニラアイスが乗った特大パフェが待ってるぞ。猛暑の炎天下でパトロールしていた体には甘くて冷たいものが欲しいでしょ。なんならこのスプーンではいあーんってやっちゃうぞ。アンチスキルは死神カキコのせいでリップ警護に忙しいんですわ。代わりにジャッジメントが一般的なパトロールに駆り出されているんですの。そうだったの。そう言いました、全部言いましたですから、それは中止ですわ中止。むしろ喋った私にはいあーんと。死神カキコって何？白井さん喋っちゃダメですよ。言われなくても分かってますの。いいじゃん、ちょっとくらい教えてくれても。死神カキコって何なのよ。死神カキコっていうのはですね、あ、サテンさんが復活しました。死神カキコっていうのはですね、ネット上に広まっている都市伝説のようなものなんです。のような？どういうこと？普通都市伝説って誰が最初に言ったかわかんないものじゃないですか。でも死神カキコについてはその辺はっきりしているんですよね。その辺の掲示板を覗けば結構ありますよ。死神カキコってハンドルで書き込んでるの。つまり死神カキコっていうのはネット上のストーリーじゃなくてキャラクターなの？ですよ。掲示板に突然現れてはそれまでの話題をぶっつり切ってしまうんです。でいきなり○○くんの寮のコンセントにはホコリが溜まっています、早く掃除しないと火事で死んでしまうかもしれませんって感じで謎のアドバイスを残していくんです。うわ、それ実名の名指しなわけ？はい、だからおっかないんですけどね。みんな新手の殺人予告系ですなんじゃって噂してます。最近そっちの取り締まりが厳しくなってストレートにいたずら予告ができないんです。もしやったらアンチスキルが部屋に突撃してきたりしますからね。面白半分にやるにはリスクが高いってわけね。はい、だから死神カキコは建前を作って殺人予告をしているだけなんじゃないかって。これはアドバイスです、あなたの命を守るためなんですって。その死神カキコのアドバイスって実際の的中率はどんなもんなの？100発100中ならとっくに逮捕していますわよ。そういや死神カキコ自作自演説ってのもありましたね。何それ？
自分でアドバイスして自分で事件を起こすんです。それを回避できたのは私のおかげなんだぞって。でも死神かき子って一人じゃないんですよ。もう嵐の定型文みたいになっているんです。とりあえず邪魔するならかき子って言っとけみたいなノリになっちゃってますよ。だから死神かき子って個人を追うことに意味はないんじゃないかな。なるほどね。サテンさんのおかげで死神かき子についてはだいたい理解できたわ。で、さっき黒子はアンチスキルは死神かき子のせいでビップ警護に忙しいって言っていたわよね。それって何なの？それは白井さん、どうするんです？黒子、答えなさい。仕方ありませんわね。その死神かき子からアドバイスがあったんですのよ。どんな？今日第三学区の国際展示場でビップ様が講演することになっていますの。名前は市澤明子。講演内容は一般には明かされていませんが、来場者の倍率はかなりのものらしいですわ。つまり市澤明子は宇宙人なんですね。で、死神かき子は。うわ、あっさり無視された。死神かき子は丁寧にアドバイスをしてきてくださったのです。どの？市澤明子が国際展示場へ向かう途中でテロに遭うかもしれない。だからアンチスキルは体制を強化した方がいいでしょうと。クソったれ。それで町中のアンチスキルをかき集めたってわけ？普通の書き込みならいたずらで済まされる事案だと思います。でもビップに対する攻撃なんてことになったら話が変わりますからね。万が一を回避するためアンチスキルも必死なんだと思います。そんなに頑張ってるなら公演を延期しちゃえばいいのに。その公演には学園都市の外にある複数の協力機関から大使団がいらっしゃる予定ですのよ。今さら予定は変えられませんわ。いたずらで延期や中止になれば大使団はいい顔をしない。かといって放っておいて本当にテロが起こればそれこそ大問題になる。はい、だから大人たちは警備を固めた上で公演を強行するしかないって感じなんですよ。それにしてもまたネットの都市伝説か。ビップを警護するのは結構だけど、肝心の死神かき子は誰が追ってるの？アンチスキルの対応としてはまず市澤明子の公演を成功させる方を優先するらしいですわ。公演が終わってからじっくり追い詰める予定のようですわね。つまり死神かき子が殺人予告の亜種で、そいつが本気で事件を起こすつもりなら、以外のレベルはどうあれ事件の発生自体は止められない。ですからお姉様、私とウィアルは押し付けられた雑用の合間を縫って死神かき子の痕跡を追いかけてましたの。あんたたち二人だけで？同じことを考えてるジャッジメントは結構いますよ。死神かき子を早いところ捕まえた方がいいんじゃないかって。そうした人たちとはネットで連絡を取り合ってます。さすがに仕事の量がすごいんで直接会っている暇はありませんけどね。噂をすればですわ。誰なの？死神かき子調査チームの一人、あたつ千代先輩ですの。ちょっと失礼します。もしもし。あたつ先輩が出てきたってことは多分何かしらの進展があったんだと思います。すみませんけど私たちはこれで。待って、その調査チーム人数は多い方
のがいいわよね。お姉さま、またそうやって何にでも首を突っ込もうとなさって。いえ、何を言っても無駄ですのよね。分かっていますの、分かっているのですけれど。ねえ、聞いて黒子、その死神かき子ってやつの予告はただのいたずらかもしれないわ。でもエコミチ暴走事件の時には存在しない石垣美穂に踊らされた連中がいた。今回も同じことが起きるかもしれない。襲う方も襲われる方も取り返しがつかないことになる前に止めなくちゃ。私も協力させてもらえませんか。こんなこともう繰り返すのも嫌なんです。お姉様、サテンさん、お二人の気持ちは分かりましたわ。お二人が調査に参加できるようアタツ先輩に相談してみます。ええ、そうですの。死神かき子の調査に協力したいとその二人が。はい。結構長引いてますね。協力者はお呼びじゃないんでしょうか。黒子、そのアタツさんと話させてくれない？直接交渉するわ。スピーカーに切り替えるにはこのボタンですわね。協力者ね。まあ人手は大いに越したことはないけど、その人死神かき子側の人間とかではないのよね。まさか、私の身内ですもの。万が一、いえ奥が一にもありえませんわ。慎重なのは分かりますけれど、その点に関しては私が保証いたします。白井さんがそこまで言うのであれば信用の点は問題なさそうね。あと残念、スピーカーフォンだから私にも聞こえているわ。ごめんなさい。いいえ、それぐらい慎重な方が安心できるわよ。彼女が死神かき子の調査チームのリーダーなんだ。ジャッジメントでも偉い人なの？美坂さん、アタツ先輩を知らないんですか？知らないけど。アタツ千代といえば数々の難事件を解決した超エリートジャッジメントなんですのよ。へえ、そんなにすごいんだ。ちょっと待ってくださいね。今ジャッジメントのデータベースからアタツ先輩の記録をお見せしますから。そうです、見てください、この輝かしい経歴の数々。よくわかんないけどすごそうな経歴がいっぱい書いてあるね。すでに生ける伝説なんて言われてるんですよ。アタツ先輩はその功績を認められて独自の調査権を与えられてますの。なるほど、それで死神かき子の調査チームを立ち上げたってわけか。私の話はそれくらいでいいでしょ。話を元に戻してもいいかしら。もちろんですの。それじゃあ早速だけど、第7学区のインターネット喫茶サバンナに行ってもらえる？あなたたちが一番近くにいるのよ。掲示板のサーバーを調べたらどうもそこが怪しい。クロクシとかは使っていなかったんですか？使っていても調べる方法なんていくらでもあるわ。だってそもそも殺人予告があっさりバレるから死神かき子方式に演出したのだって、そういうことでしょ。了解。私たちはそこで何を調べれば？市澤明子に対するアドバイスが書き込まれたのは3日前。だから常識的に考えればそこにカキコがいるとは思えない。とりあえず防犯カメラの記録を洗ってというのが妥当だけど。犯人が日常的にその店を利用しているとすれば確保のチャンスも残されていますわよね。カキコがどこから送信していたのかを知りたいから
各パソコンとルーターも一通り洗うこと。マシンの特定が済んだら鑑識に連絡してサイコメトリーの出番ね。でもネット喫茶のパソコンなんて一日何十人も使っているんじゃ。ディテクティブってところかしらね。それで事件を解決しちゃうんですから、アタツさんってすごいですよね。さあ、おしゃべりはそこまで。現場へ向かいますわよ。ええ、インターネット喫茶サバンナね。